ガチガチいっとるで。あれあれ、本体ぶっ飛んだ。ちょい待て、これはおかしい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。バグなのか仕様なのかよくわからないまま作っているカーバルスペースプログラム2。どっちでも作っとるのは変なロケットや。で、今日は何を作ろうか考えていたんだけど、宇宙船を安価で打ち上げるにはどうすればいいのか。前も同じこと言っとったで。ちょっと思いついた方法あるんだよね。これだね。出たイラスト。これ何や。なので、遠心力でロケットを打ち上げたい。回転させるんか。ロケットエンジンを使って回転させて放り投げる方法だね。こうすることでほとんど再利用できるから低コストで打ち上げることができるわ。ほう、多分エイロンマスクも興味持つと思うんだよね。ボタンボタン。構造自体は簡単なのでサクッと作っていきます。で、最初に作るのは軸となる燃料タンク。一番大きい XL サイズや。そこに一番強力なエンジンを4つ乗せて90度曲げる。みんな、いきなりハイテンションになる東北ずんこ。先っちょは見た目力カバーを搭載。カーバルスペースプログラム2は接続した後に向きを変えたりちょっとだけ移動できるんだよね。離れてても燃料供給できるんか。動かせる範囲ならできるね。フレームはつける必要ないんだけど、それっぽい見た目を作りたくて搭載。あとは車輪をつければ大体完成。それとこのゲームには足もあるんだよね。おお、出方がかっこええで。男の子が好きそうな感じなのでとりあえず搭載。先っちょにコントロールする緑の人を乗せて試験開始。足で取る。パーツマネージャーからしまうことができるね。やっぱり動きがかっこええで。では行きます。エンジン燃焼開始。めっちゃ速い。あかん。キュルキュル。早速大事故や。おっとっと。緑くん脱出。どのタイミングで脱出や。これ頭打っとるやろ。ちなみに緑くんはそこらの金属並みに強力だからね。よいしょ。ちょうま何しとるんや。こういうの見ると入りたくなる男の子多いよね。おらんおらん、足ぶつかる。エスパー伊藤か。はい、エンジンとフレームが取れてしまったのでストラップで強化。エンジンだけで6本くらい使っとるで。では行きます。点火。来た来た。今つけたストラップで多分飛んでいかないと思うんだよね。あれ、エンジンと中央の燃料タンクの結合が外れたってなってる。見た目では問題ないけどな。ということで、ずんちゃんガチガチにしてみました。なんか電信柱みたいになっとるで。縛るのは得意だからね。はい。これでも接続が切れたらまずい。飛ばせへんからな。では行きます。いやらしく点火。いやらしくってなんや。ダメやん。どういうこと。これも見た目は問題ないけどな。たくさん縛っても意味はないのかな。はっきり言って原因がわからない。視聴者さんに聞くしかないで。ずんちゃんはそんな近道はしません。でもこのままだと動画にできないけん、しばらく考えてたらオプションで接続が切れないようにする設定があることを思い出す。そんなんあるんか。というかぶっちゃけ弱すぎるんだよね接続面が。ストラップを全部外して点火。恐ろしい加速力。オーブン回線で。すごい回転周。ここでストップ。エンジンが分解寸前や。遠心力で外側に向いちゃってる。でも確かに壊れんで。あかん、限界を超えた。緑くんこと視聴者さん緊急脱出。どこで脱出させてんねん。今日の天気いいね。なかったことにすんな。ずんちゃん調子出てきちゃった。それはよかったな。思ったんだけど、車輪じゃなくて他のものでもいい気がするんだよね。ということで、先っちょが尖ってる宇宙船をつけてみました。使い方がおかしい。先っちょ尖ってるのこれしかないんだよね。エアロシフ転換。回転数がさっきよりすごい気がする。しかも分解しない。あかん。ぶっ飛んでいきました。エンジン止める。これ加速してるよ。そういう問題やない。ここでストップ。もう原型をとどめていない。わろた。何わろてんねん。緑くん脱出。脱出やめる。ガチューいったで。そして謎の煙。よし、スンちゃんのゲットつけちゃおうかな。まだまともに回転できとらんやろ。ほら、さっき飛べたし。あれは事故や。伸ばした腕に切り離しできる構造をつける。その先っちょに安価な液体燃料ロケットをポイッと。で、その先っちょに一人乗りの宇宙船だね。先っちょ連呼すんな。パラシュートもポイッと。
オプションで無効化しても切れちゃうのでストラップで軽く固定。では行きましょう。世界一安価なロケット、宇宙旅行実現。ただし全部失敗。待て、なんか飛んでいったで。これロケットや。ロケットに緑くん乗せ忘れたんだよね。試験で乗せようとすんな。でもほら本体側は問題ない。あかん。車輪がぶっ飛んでいきました。特に面白くもなく着地。何に期待しとるんや。しゃあないのでこっちの緑くん脱出。だから脱出やめれ。手法変えて。ガチガチいっとるで。あれあれ、今回ぶっ飛んだ。ちょい待て、これはおかしい。だから誰や下打ちしたの。また盛り上がってきちゃった。それはよかったな。宇宙船の接続強度が不足していたのでストラップで補強だね。ポチッとな。これもうまっすぐ飛ばした方が効率がええ。ロマンを求める、それが東北ずんこ。また分解しそうや。切り離し、今回は普通にできた。とりあえず限界まで回してみる。あれ、ドンって音したで。あれ、これどこや。ものすごい速度なんだけど。現在の高度 20km。 しばらくしたら宇宙に行ってしまいました。どういうこと。多分速度は秒速 20km ほどあるで。しかも加速し続けてるんだよね。ズンちゃん無動力でワールドレコードを獲得してしまいました。それはよかったな。というかファミコンか。はい、ズンちゃん的にはこれで満足なんだけど、ロケットをまともに飛ばしてないんだよね。とりあえずここに視聴者さん用の座席を追加。ちょ、緊急時に座席ごと引っ張り上げる脱出システムも搭載。その前にこの配置をやめれ。あとはパラシューターをつければ完成。開くかどうかは知りません。何言ってんねん。できたら試験だね。待て、これ発射台や。ボタン押してないのにカウントダウン始まっちゃってる。だったら行くしかない。それが東北流。左のタワーに宇宙船当たった。これはひどいとは思っとらん顔や。何回か飛び跳ねながら地上に到達。ここで緑くん脱出。緑くん消えたで。もっとやる気を見せてほしい。どの口が言っとるんや。ちょちょ、ただいま。ただいま言っとる場合か。そしてゴミのように宙を舞う謎の装置。シュッと墜落。くさ。次はちゃんと滑走路。あかん、なんか分離した。これね、やっぱり何かおかしい。ポイント、宇宙船飛んでいった。大爆発や。視聴者さん分離。また飛び上がってもうた。昔パラシュートも分離しちゃったからね。どうなるのか。接続解除。リングの中でぐるんぐるんしとる。まあ爆発しとるやん。何回目かわからない。電荷さらっと流す東北ずんこ。ここで出力を 100% に上げる。切り離し。おう、いった。コントロール不能。舵を引け。これね、どっちが上か下かわかんないんだよね。あかん、普通にミサイルやん。こっちの構造は多分問題ないんだよね。壊れんようになったな。面白くないので視聴者さん脱出。超馬何してん。ぶっ飛んで行きました。これはひどい。完全に終わった。あれ、だからおかしいやろ。こんなビタ着できるのは地球上でコマネチかモリスエしかいないはずなんだけど。最近の若い人は誰か知らん。その後も何回かやってみたんだけど結果は同じ。回転し続けるとロケットとの接続が壊れて爆発。まれに飛べても地上にぶつかって爆発だね。画面が激しい。ゆるふわ軍事チャンネル。軍事チャンネルと言いつつロケットを作る東北ずんこ。で、前ファンジェンドラムを宇宙で回転させたよね。あったな。だったら宇宙に送り込めばいいんじゃないかな。いやいや、これロケットを打ち上げる。普通に作っても面白くないのでこれを胴体に使う。これなんや。何って、液体水素タンクだね。ほう。その先っちょにつけるのはこれ。核熱ロケットエンジン。皆さん、これちょっとした原子炉ですからね。まあぶっちゃけ見た目だけで大気圏内ではほとんど使えないね。だったら乗せんな。そこでここにデカプラーをつけて、補助ロケットで宇宙まで打ち上げる計画。よいしょ。先端に座席つけるな。ほら、先っちょが好きな視聴者さんもいると思うんだよね。パラシュートも一応搭載で安心安全。今までまともに帰れた人はいません。その先っちょに何かつけれるみたいだから。宇宙原子炉を乗せておきました。皆さん、これも普通にやばいやつですからね。ポイッと接続。
は姿勢制御用に翼をつけておきました。はい、よくわかりませんが完成。高さ約33メートル、幅25メートル、重量は1055トンだね。発射台の翼とかなりでかいで、ちなみに22人乗りかな。毎回言うな。黒熱エンジン始動。補助ロケット燃焼開始、切り離し。おう、いった。ちょっと傾いとる。姿勢制御。ブースター置いてきとる。どういうこと？出ました、妖怪ブースター掴み。多分普通にバグです。チートレベルの大胸筋を使ってブースターを離さないという妖怪。世界の発射台に出現して押されられています。皆さんネタですからね。というか、もう何もできません。落下前にバラバラになるロケット。まだ間に合う。今から加速しても間に合わん。緑くんの生還、確認。どう見ても翼やん。ゲームを再起動して打ち上げやり直しだね。核熱エンジン、点火。地上で燃焼したらあかんやつやろ。ポイント発射。全然聞いとらん。おお、綺麗に飛び上がった。発射成功。このまま宇宙を目指す。ちょっと傾いてきたで。しゃあないので回転開始。これやると軸が安定するんやな。打ち上げ途中でひっくり返る場合とかも回転させた方がいいよね。現在の高度 12km、 速度は時速 2200km や。このくらいの高度で姿勢崩す時が多いから注意が必要。高度約 28km、 そろそろ補助ロケット燃焼停止や。エンジン停止。視聴者さん12人分離。リアルの打ち上げでは絶対に聞かん言葉や。やだ、綺麗に飛んでいっちゃった。ちなみに高度 36km、 時速 4700km で分離や。同時にパラシュート開くように設定したからね。開いたようには見えん。はい、補助ロケット分離。あれ、何か爆発したで。回転用のエンジンが2つついとらん。多分宇宙原子炉と衝突しちゃった感じかな。特に問題はない。このまま高度を上げる。今動いとるのは核熱エンジンやな。打ち上げからずっと燃焼させてるんだけど、まだ7トンも消費してないんだよね。これかなり燃費ええで。現在の高度 100km。 完全に宇宙空間だね。では燃焼停止、切り離し。綺麗に分離した。無駄に不要なタイヤにぶつかりそうだった。てか、なんでタイヤつけとるんや。ここからが問題だね。エンジンを燃焼しても地上みたいに壊れないのか。左右のロケットが分離する前に取れたらあかん。やってみるしかない。来た来た。やっぱり飛んでいかないね。前のパンジャンドラムみたいになっとるで。壊れそうだったので手動で分離。というか、エンジンはぐにゃぐにゃになってるけん。オプション設定で接続は切れへんけど歪むことがあると。エンジン変化。これで姿勢が戻るかやな。軸も完全にずれてる。エンジンの水力変更もダメか。危険なので脱出。逆に危険なことすんな。どんどんずり落ちる。緑くん、これはひどい。もう戻れません。どんだけ離れとるんや。あれ、なんかゆかりちゃんの汗みたいなのが見えた。それ火花や。もう一つ、反対側の宇宙船はどうなったのか。普通に飛んでて草。点火。超ま。やっぱり軸ずれてる。出力を 100% にしてみました。マジ受けるんですけど。何ワロてんねん。緑くん脱出。あかん。おっとっと、もうむちゃくちゃや。ちょっといいかな。話す以外の選択肢しか残されていません。一瞬乗り込むあった。あ、ちょ、今押したのは話すのキーや。もう何もできません。最大の選択ミスを犯す東北ずんこ。スネークまだだ。まだ終わっていない。潔くもう終わっとけ。こんな時に使うジェットパック。ここからはノーカットで勇姿を見てもらいましょう。これ結構離れとるで。見てください、バトルフィールド1942で鍛えた操縦技術。これいけるで。ちょっと待って、ブレーキ。あれ、今したらあかん音した。ちょっと待って、ブレーキ。カーバルスペースプログラム2、本当に面白いゲームですよね。皆さんは普通にかっこいいロケット飛ばして遊んでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような文字に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。